これは靖国神社のカレンダーである。友人から靖国神社のカレンダーをもらいまして、それをめくってずっと見て読んでいきますと、私が特攻回転を乗した潜水艦を見送った背中だけしか見てなかった人だったんです。それであっと思って、背中だけしか見てない人の顔をはっきり見ました。それはもう本当私とは感無量のことで、深いやはり因縁があったんかと思いまして、本当冥福しました。70年の歳月が流れる今も、あの出撃の光景は決して忘れることはできないという。回転で亡くなった人というのも19歳18歳の人なんです。これほど悲惨なことはないです。特攻出撃する回転や大和を見送った元動員学徒の一人が70年ぶりに重い口を開いた。小松原さんは呉市出身、現在は広島市で社会保険労務士の仕事に携わっている。小松原さんは中学生の時、呉海軍工廠に動員学徒として徴用されていた。呉港の一角に海上自衛隊の艦船基地がある。ここは第二次大戦中、人間魚雷回転を運ぶ潜水艦や沖縄特攻に出撃した大和などの母港でもあった。10年を目前にして思い出の地を訪ねた。しばしの沈黙を破り、小松原さんは叫んだ。回転を積んだ潜水艦が出撃するところをあそこじゃったの。いつものように隊列を組み工場へ向かう途中、軍艦マーチの流れる方を見ると、潜水艦に搭載した回転が目に入った。あの辺りに潜水艦が今まさに出撃をせんというふうな、その岸壁に見送りの兵隊さん、水兵さんがおられて、軍艦マーチを奏でておりまして、で潜水艦の甲板後ろ前に回転が大きかったと思いますが、その上に特攻隊員がおられて、岸壁の方へ向いて手を挙げて万歳をされたり、手を挙げて振っておられました。出撃していく潜水艦の艦橋には菊水のマークが書いてあり、その上に菊水の上りが1本、もう1本、確か南無八幡大菩薩と書いてありました。文をなびかせて出撃していきました。私たちは軍艦マーチの声につれて
カツラ右敬礼言うて敬礼しました。その後万歳万歳万歳参照して、静かに船が出ていくのに皆さん頑張ってください言うて送り出しました。それから船はずっと外へ向こうの桂の方へ向いて行きました。山口県徳山沖の大津島には大規模な海天の基地があった。ここから出撃して海天と運命を共にした若者106人がいる。島にある特攻訓練施設へ通じる240メートルのトンネルを抜けると、若者が日夜激しい訓練に明け暮れた建物が波風にさらされ今も残っている。世界大戦の末期、魚雷を改造して人が乗り込み敵艦船に体当たりするという特攻兵器だった。終戦まで420機が生産された。搭乗員や整備員などを含め145人が命を落とした。出撃する特攻隊員は見送りの軍人に敬礼して笑顔で大津島を後にした。南の海に散った106人の遺影が大津島海天記念館に祀られている。いずれも18歳から20代初頭の若者である。海天の基地があった山口県平尾町の熱田交流館に遺影が祀られていることが分かり、小松原さんは遺影と対面するため平尾へ急いだ。交流館に入るなり家に歩み寄り、静かに手を合わせ深く頭を垂れた。家に語りかける小松原さんの目は心なしか潤んでいた。70年の歳月が流れる今も、あの出撃の光景は決して忘れることはできないという。いずれの隊員も18歳から23歳までの若者である。
出撃の前夜、旅衆の曲を口ずさむ隊員の姿も見かけられたとも言われている。国を憂い、両親家族を守るため散っていった若者の憂国の気持ちが遺書に綴られている。そこで5人の写真を見させてもらった。それとまた慰霊碑行って帰りに思ったのが、やはりこう多くの人が行かれるべきじゃろう思いましたね。あの方たちの思いというものを皆さんにやっぱし知ってもらいたいという気持ちが多いです。私はこの機会に若い人とは言わず、我々の同年配ぐらいの人にもこれは話すべきじゃろう思いますね。小松原さんは機会あるごとに人間魚雷回転を語り、ピースボランティア活動にも力を注いでいる。見送ったのがE58 いうのをね、日の丸の上に菊水のマークつけて、それで環境の上にのぼりを南無八幡大菩薩とね、あと何とか言う分のわからんのように日本ののぼりを立てて、それで岸壁の上に海軍の兵隊さんが軍艦マーチをやりながら見送るんですね。で、潜水艦が出て行く時に回転の上にその特攻隊員が手を鉢巻き、白い鉢巻き締めて手を振ったり万歳をしたりするの、頑張ってくださいよ、頑張ってくださいよ言うて送ったんですがね、死んでいく人に対してなんで僕ら頑張ってくれ言ったんかの、戦争はやはり避けるべきで、戦争があっちゃいけませんね。なんぼそのこの人は優秀な人だどうだ言われても、いざ戦地へ出て凶暴になって変なことする人というのがたくさんおられるそうですから、やっぱり戦争いうのはあっちゃいけません、絶対避けるべきですね。小松原さんはくしくも沖縄へ特攻出撃する大和も見送っている。それは朝学校へ行く途中、自宅近くの丘からであった。呉軍港のど真ん中 V26 号いう部位に必ず大和は出ます。まあ、最後に見たのが ここを出て行くところを大和を見ました。それが大和を見る最後でしたね。
それから1週間か2週間ぐらい経って、親父の同年兵特務機関長、大和の特務機関長されとる奥さんがダメでした言うて、おはぎを持ってうちに参られました。それで初めて大和が沈んだんだいうことを私ら感じたんですが、後からまた聞きますと、それが沖縄特攻に出た時というふうに分かりました。それでまた大和が3000人も亡くなったというのが私は悔しいです。それと回転で亡くなった人というのも19歳18歳の人なんです。これほど悲惨なことはないです。こういうのを若い人にたくさん知ってもらって、これを本当後世に残してもらいたいと思います。まだまだ本当知らない人がたくさんおられますから、ぜひこれを残してもらいたいと思います。戦後70年、尊い命を犠牲にして築かれた平和への道しるべをリポートした小松原さん。今に続く反戦平和を未来永遠のものにしたいものだ。